地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。今回は1995年7月に宗教家の犯人の自宅から6名の遺体が発見され、社会に衝撃を与えた福島悪魔払い殺人事件について見ていきたいと思います。1995年7月5日、福島県須賀川市の住所地にある民家から6名の男女の変死体が発見されました。6名を暴行の上殺害したのは、家の主である自称祈祷師とその娘と愛人、信者たちでした。彼女は悪い動物の霊がついているなどと言って気に入らない信者を集団でリンチし、食事を取らせないなどの虐待をして衰弱死させていました。教祖である犯人の発言に従い、夫が妻の暴行に加担する、子供が親の変死体と共に生活するといった異様な暮らしがこの家では行われていたようです。事件は、犯人を教祖とする宗教団体の信者だった女性が暴行されたところを両親に発見、保護されて入院したことがきっかけで発覚しました。逮捕後の犯人は死刑の殺人と2件の傷害致死の罪に問われ、死刑判決が下されました。同年3月にオウム真理教による無差別テロ、地下鉄サリン事件が起きていたことから、同じカルト宗教絡みの事件ということで、社会に不安と衝撃を与えた事件でもあります。ここからは事件の詳細について見ていきたいと思います。1994年の夏頃から、犯人は事件現場となった自宅のある福島県須賀川市で祈祷師としての活動を開始しました。活動開始当時は知人の悩み相談に乗ったり、肩こりや腰痛などの症状に悩まされている人に手かざし療法を行うなどしていたといいます。そのうちに肩こりが消えたといったように、犯人のおかげで悩みが解消したという噂が広がるようになり、彼女の元を訪れ信者になる人も出てきました。後にこの事件の最初の被害者となってしまう A さんも、この頃に犯人 Z と知り合ったとされます。A さんは高血圧症から来る不調に悩まされていたのですが、犯人による祈祷で症状が緩和したと感じ、彼女に心酔するようになったそうです。そして A さんは自分と同じく高血圧症に悩む姉の B さんに犯人を紹介しました。 B さんも A さんと同じく祈祷を受けた後に体が楽になったといいます。 B さんの夫 C さんは糖尿病の治療中、そして娘の D さんは緑内障の治療中であったため、一家は藁にもすがる思いで揃って犯人 Z の信者になりました。犯人は A さん夫妻と B さん夫妻に自分の家で暮らすように勧めました。私と暮らせば悪い霊を遠ざけられるとそそのかされた A さんらは、自分たちの家を出て犯人の家に移り住みます。 B さん夫妻は長女の D さん、高校生の次女 E、中学生の三女 F を連れて、 A さん夫妻は小学5年生の息子 G も連れて犯人の家に来たといいます。犯人の家には離婚して実家に戻ってきていた娘とその長男もいたので、大所帯の家計を賄うために生活費として A さん一家は100万円、 B さん一家は150万円を犯人に渡すことになりました。この時A さんが100万円の支払いを渋ったために、犯人は彼女を疎ましく思い、狐の霊がついているから除霊しないといけないとして A さんに嫌がらせをするようになりました。祈祷師としての評判は県外にも広がり、通いで訪れる信者も増えていきました。そしてある時、当時18歳の女性信者が恋人の H を連れて犯人の元を訪れました。陸上自衛隊の自衛官で当時21歳だった H は、犯人家の近所の人からもかっこいいという証言が出るほど見た目に恵まれていたといいます。犯人は一目見ただけで親子ほども年が離れた H を気に入り、あなたは格の高い魂を持っているとして特別扱いしました。 H も最初こそ恋人に連れられてきただけでしたが、集団の中で一人だけ優遇されることで気を良くし、自ら犯人の宗教に入信し、犯人と愛人関係になりました。その後、犯人は H の恋人であった18歳の女性信者に彼と別れるように勧めたのですが、彼女はなかなか首を縦に振りませんでした。苛立った犯人は、この子には狐の霊がついている
と言いがかりをつけて女性信者を正座させ、他の信者と共に除霊と称して太鼓のバチで殴る、蹴りつけるなどの暴行を加えました。除霊だと信じて暴行を受け入れていた女性信者ですが、娘を心配した両親が迎えに来て家に連れ戻され、以降彼女は犯人とは縁を切り宗教からも脱会しました。女性信者がいなくなった後、ついで暴行の標的となったのが、かねてから犯人が快く思っていなかった A さんと、H を特別扱いすることに異論を唱えていた C さんの2人です。この頃から H の発案で、除霊と称した暴行行為は、御用と呼ばれるようになり、暴行の程度や頻度も激しさを増していきました。C さんは犯人の元から逃げ出して警察に相談に行きましたが、打撲痕を見せても、自分で入信した宗教で受けた除霊行為で負った傷なら、事件性はないとして相手にされず、犯人の家に戻ったといいます。ある日、H とイチャついているところを実の娘に見られ、口喧嘩になった犯人は、これは A さんについている狐の霊のせいだと言い訳をして、A さんに御用を加えました。犯人と信者の間で A さんと C さんへの扱いはどんどんひどくなっていき、食事や水も満足に与えられず、一日中正座をして暴行にさらされるようになった2人は、1995年1月25日の未明に相次いで亡くなりました。しかし、犯人は2人の家族に、まだ死んでいない。神様が魂を浄化している最中だから、終われば2人とも蘇るとデタラメを言って、遺体を1階の奥の八畳間に運ばせました。2人を殺害した後、犯人が標的にしたのは B さん夫妻の長女の D さんでした。犯人は、若い D さんに H を取られるのではないかと嫉妬し、彼女に御用を加えました。この御用には、夫の C さんを殺されたばかりであった D さんの母親、B さんも加担していたといいます。D さんの高校の教諭は、彼女の体にあざがあるのを見つけて警察に通報しましたが、やはり C さんと同様に、事件性がないので何もできないという返答しかありませんでした。そして1995年2月18日に D さんも亡くなり、遺体は先に亡くなった2人と同じ八丈間に運び込まれました。ついで、犯人は B さんも H に色目を使ったとして暴行し、3月16日に死亡させています。この御用には、次女の E と三女の F も加わっていたとされます。さらに犯人は、通いの信者であった I 夫婦に同居を勧め、I 夫婦は子供2人と夫 J の同僚であった K さんという27歳の女性を伴って出家してきました。犯人は J さんのことを気に入っており、格の高い神様がついていると持ち上げる一方で、若くて可愛らしい K さんを激しく妬みました。そして奥さんに御用を加えたのですが、この時に J さんが場を仕切ろうとしたため、犯人は J さんのことも疎ましく思うようになります。そして、全身が赤黒く腫れるまで暴行された J さんは5月25日に死亡。K さんも6月6日に命を落とし、遺体が安置されている八丈間に運ばれました。J さんと K さんが亡くなると、犯人は J さんの妻に目をつけましたが、J さんの妻の両親が一家と連絡が取れないのを不審に思い、犯人の家にやってきたことで事件が発覚しました。J さんの妻の母親は、6月6日に娘と孫に会いに犯人の家を訪れ、そこで暴行されて血と海にまみれてぐったりしている娘と、ろくな栄養を与えられていないせいで痩せこけてぐったりした孫を見つけました。母親はまず孫たちを家に連れて帰り、午後には J さんの妻の父親らが犯人のもとに向かい、娘を救出し病院に連れて行きました。最初は洗脳状態にあった J さんの妻は、まだ御用が済んでいないとして犯人の家に戻りたがりましたが、病院で治療を受けて実家で安静にしているうちに落ち着きを取り戻し、犯人と信者の間で起きた異様な事件について家族に話すようになりました。そして7月5日、殺人事件が起きて死体が遺棄されているとの通報を受けた警察が犯人の家を家宅捜索し、6名の変死体が発見され逮捕に至りました。なお、近隣住民が実際に家宅捜査に当たった警官から聞いた情報によると、
キザハシの床にはウジ虫がびっしり張り付いており、布団に寝かされた被害者の遺体は腐乱していたといいます。また犯人は死体が腐っていく匂いをごまかすために脱臭剤を置いたり、信者らにタバコを吸わせるようにしていましたが、近所では甘いような変な匂いがするとささやかれていたそうです。福島悪魔払い殺人事件の裁判では、事件の異常性から犯人を筆頭に加害者たちに責任能力があったのかがまず争点になり、被告人4人に対して精神鑑定が行われました。精神鑑定の結果、犯人は責任能力は認められるが、暴行時にはヒステリーの乖離状態であった可能性がある、犯人の娘は心神耗弱状態であったとして責任能力を持たない、 H と J は責任能力あり。しかし検察は犯人に対して、被告は自らの意思でヒステリーの乖離状態にあった、量刑に影響を及ぼすものではないとして死刑を求刑しました。2002年5月10日、福島地裁で開かれた判決公判で被告には死刑判決が下されました。弁護士側が主張した故意に殺したわけではないという点について、裁判官は、故意でないのならば最初の二人を殺してしまった時点で除霊行為をやめている、同じ行為を続ければまた人が死ぬと分かっていながら続けたのだから、もし死んでしまったとしてもいいという未必の故意があったと認められるとして、傷害致死罪が相当という訴えを退けました。被告側の弁護士はこの判決を不服として仙台高裁に即日控訴し、2003年7月4日には控訴審の初公判が行われています。しかし2005年11月22日に仙台高裁も、被告は愛人男性への執着、嫉妬心から犯行に及んでおり、至って利己的な動機から重大な結果を招いた、犯行時の責任能力についても常時正常な判断ができなかったとは認められないとして控訴を棄却、死刑判決を支持しました。弁護側は最高裁に上告し、責任能力がなかったために無罪が相当だと訴え、また除霊は被害者が進んで受けたいと言ってきたもので、被告が強制したものではないと主張しました。しかし2008年9月16日に最高裁は弁護側の上告を棄却し、第一審の死刑判決を支持しました。藤田裁判長は、執拗な暴行を加え続けた犯行は殴り殺しともいえる淫残なもの、宗教的集団による事件として社会に与えた影響も大きいと指摘しました。さらに自らを神などとする宗教集団を作り、その絶対的な力を背景に自らあるいは信者に命令して暴行を加えており、刑事責任は共犯者に比べて際立って重いなどとして、死刑は追認せざるを得ないと結論付けました。この後被告は9月22日に判決の訂正申し立てをしましたが、10月3日に申し立ては棄却され、10月5日付で死刑判決が確定しました。